皆さんこんにちは。今日は先日 FWJ に移行するとでプロを目指すといった横川君に関しての僕たちが思うことをちょっと話していけたらと思うんですけど、まずあざみさん先週はお疲れ様でした。ありがとうございました。1週間弱か経って、まあ、まだ疲労が抜けないとのことなので、まあ、もうちょいゆっくり休んでください、はい、ということと、その翌日の日曜日に横川君がステージに登壇する場を設けてもらって、そこでミスターオリンピアの212を目指すということで発表がありまして、筋トレ界は良くも悪くもめちゃくちゃざわついて、まあ、それで今もう話題持ちきりなんですけど、僕は素直にまあ、彼が決めたことだし応援したいなっていうふうに思っていまして、彼が全日本選手権優勝したのが2019年で、それから5年以上が経って大会、その間大会何も出ていなくて、この5年間の間で彼はもともと連覇するつもりはないというふうにおっしゃっていて、優勝したらもう終わりっていうふうに決めていたらしくって、それ以降は何も大会出ずに、まあ、芸能界行ってお茶の間の人気者になってたんですけど、この5年間の間でやっぱりもうちょっと大会出たいなとかプロになった方がいいよとか、まあ、いろんな声がかかったのか、もともとそういう目標があったのかわかんないんですけど、この5年っていう歳月を経てついに横川くんがオリンピアを目指すと、うん、まあ、まず彼プロにもなってないんですよ ね。なんで来年どの大会に出るかわかんないんですけど、プロを決める大会だからちょうど1年後とかですか。そうだね、大体まあ日本の大会じゃなければチャンスは毎月あると思うんだけど、日本でもしプロになるっていうのであれば2回ぐらいしかないかな、チャンスは。それがまあ秋ぐらいに、ちょうどあざみさんが出た大会ですか。11月は1回あると思うんだけど、その他にまあ5月だったり、大体5月と11月だと思う、大体、うん、マスターズとかはまあ今年は8月にあったりして3回プロになるチャンスが多分日本であったと思うんだけど、はい、だから大体2回か3回かな、多くて3回、普通は2回っていう感じなんで、うん、じゃあ5月に出るとしたら、うん、半年間調整期間があるわけで、まあ、今から始めても全然間に合うぐらいの時間があるっていうことか、うん、もうむしろ始めてるかもしれないし、減量だけが調整じゃないから、そうですね、うん、まあ、いつでも出れる準備がもしかしたらあったかもしれないから、はい、だから5月にサクッと取っちゃう可能性もあるし、うん、11月に取る可能性もあるしっていうところでね。日本でやる大会だと海外選手ってのは5月だと出てきたりするんですか。出ますね。だから前回も、結構出てきてると思う。でもなんか俺の印象だと11月の方が海外勢が多い印象がある。確かに 5月は、はい、あのプロ戦がないのよ。プロクオリファイしかない、あ、はい、確かね、はいはい、11月はプロ戦もあってプロクオリファイもあるからめちゃくちゃ出てくると思う。あ、なるほど。翌日そのまま出れるっていう。あ、それが楽なんですね。楽っていうか、プロになってそのまま翌日に出れるっていうメリットがある。勢いでガンといくみたいな。で5月取っても翌日何もないからっていうところで、多分11月の方が多いんじゃないかな。だから横川君もしかしたら11月だね、出るとしたら。出てそのままオリンピアに行けるかもしれない、翌日の決戦に出れるわけだから、うん、はい、そこで1位取ればもうオリンピア行けちゃうから、はい、もう一晩で夢が叶っちゃうわけ。あ、なんか彼なら そっちの方選べそうですね。そうだと思う。彼のマイン性格上、そう、性格上、まあ、ちょっと俺の性格分かんないですけど、まあ、僕も関わってないんじゃないですか。横川くんはね、本当に最初から注目されまくって、うん、でまだプロにもなっていないけど、ああいう場を設けてもらうっていうのはやっぱそれだけの注目度がある。だから寺島くんがさ、フィジークでプロを、ね、目指すって言った時もみんな結構反応したと思うんだけど、それのボディービルバージョンだからね。そうですね、うん、横川くんの場合は取ったの1回ですけど、うん、その後やっぱ芸能界入ったっていうのもあって、やっぱ注目度のされ方がなんかも半端じゃねえなっていう風に感じましたね、うん、2019年時点での横川くんの仕上がりって、写真で見るとなんかすごい体重重そうに見えるんですけど、意外と78キロっていう、うん、身長も170センチぐらいだと思うんですけど、まあ、でかいけどね。でもでかいです、うん、その体重でもさ、そう相当ウエスト細いし、なんかフィジークのこういうポーズあるじゃないですか、うん、もう手ついちゃうんじゃないかっていうぐらいの、うん、こんなウエストしかないし、足がウエストより太いらしいですよ、うん、そのすごい砂時計っていうんですか、ものすごいバランスで重く見える、まあ、でかく見えるし、実際でかいんですけど、うん、それからまあ彼もトレーニング続けてるんででかくなってるとは思うんですけど、212に出るってことはマックス96キロが制限なんで、もう20キロ弱増やせるって半端ないの、うん、あのプロポーションのまま20キロ分胸肉
タペタペタって体に貼ってったらとんでもないフォルムになるじゃないですか。そうだね、普通に考えたらやばいよね。恐ろしいことになりそうだなというのは気がしてて、本当に20キロも筋肉ついちゃったらあるんじゃないかなっていう、うん、プロはな、まあなるんじゃないって、その FWJ のボディービルのレベル感が僕正直よくわかんないんですけど、どうなんだろう。いやー、わかんない。だからその海外勢がどういう人間が来るのかによると思う。日本はまだね、ボディービルっていうよりまだクラシックフィジークの多分人が多いっていうか、うんうん、ボディービルもやばい人いるんだろうけど、 FWJ の日本人ボディービルの層ってまあすごい選手はいるんでしょうけど、うん、まだそこまで層が分厚いってイメージが正直そんなにない、うん、てかそこまで筋肉普通つかないじゃん。まあまあそうですね、100キロ近い仕上がりとかさ、90キロ近い仕上がりっていう ここのラインまでいける人間がそもそも少ないから、少なくなっちゃうんだよね、どうしても選手、うん、でもフィジークだったら出やすい。でまあ分かんないけど、クラシックフィジークがフィジークよりでかいかどうかちょっと怪しいところなんだけど、まあ、クラシックフィジークも体重制限的にはまあまあいけそうな体重ではあるんだけど、はいはい、その先のボディービルとかってなってくると、そもそもこう人間がたどり着けないレベルになってきてるわけ、うん、だから少なくて当然だし、そうですね、クオリティもあの低くなりがち、うんうん、でかくなればなるほどクオリティーするの難しいじゃん、うん、だから少ないと、うん、だから日本人の中であの横川君とこう追随するような選手はもしかしたらあんまいないかもしれない。プロになっちゃってるなりきっちゃってると俺は思ってるから。あ、もうすでに大石さんとかクラシックフィジークで優勝したじゃん、はい、あれはすごいよ、はい、多分ボディービルでも俺は なってたんじゃないかと俺は勝手に思ってるんだけど、だからああいう人がゴロゴロいるかって言われたらいるのかもしれないけど、わからない、あんまり見たことがない、うんうん、あれぐらいの選手は。だから横川君がその中に入って日本人で苦労するかと言われたら、まあ、しないような気がする。だから海外勢がどういう人が来るかによって変わってくるのかなっていう気がしますね。しかもオーバーオールのトップ3でもプロになれるみたいな、なれるけど多分翌日のプロ戦で優勝するのが目標だと思うんで、オーバーオールを目指してるっていうから、ね、だからそこで楽勝に優勝しとかないと翌日、まあ、ボディービルダー、まあ、日本のボディービルダーで言ったら新さんとか広川さんとか関根さん、そうそう、ポパイ関根さんとか、あとは古越さんが、ね、最近俺世話になってるんだけど、うん、あとはだからいるんだよね結構、なんか この人たちと並んで勝てるかどうかになってきちゃうから今度、うん、だからアマチュアでギリ優勝できるってなると、その次の日例えばこの5人が出てきたとしたら、あ、そうか、難しいんじゃないか。あ、で212の中で争うわけじゃないんです。じゃないです。あ、じゃあ関根さんみたいな超重量級みたいな。そう、だいたいねボディービルか212しかどっちかしかあのプロコーリーはいない場合もあるのよ。はいはい、だから今回はあのクラシックフィジークしかプロクオリファイなかった、あ、ボディービルもあったんだけど、はい、212はなかったわけ、プロクオリファイ。だから212っていうクオリファイが設けられてたら横川君はいける可能性が高いと思うんだけど、ボディービルしかない場合もあるから、じゃあもうみんなでごっちゃになってやるか、そうそうそう、ごっちゃになってやる可能性があるなら、シンさんとかさ、ずいぶん前にプロになった人とかと競わなきゃいけないっていう。まあいずれにせよね、でもなんだろうな、実績から言うともうパッと取っちゃう気がするけど、プロカードまでは、うんうん、ここまではもう俺もイメージできる。なんか写真撮ってるの僕もなんかイメージできますね、うん、全然できちゃうんだけど、うん、その後のプロ戦の中でどこまでいけるかっていうことしか多分考えてないと思うんだよね。そうなってくるともう未知数だね、結局海外からも来るから。日本人だけでもこんだけいるから、そう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 、その海外勢、韓国、中国、意味わからないぐらいでかいやつがゴロゴロいるっていう話なんで、日本ってまだまだね、もう全然平和なんだよ、ボディービルって言ったら。海外は修羅の国って言われてるから、そういう人たちと競うことをもう考えてると思うから、僕が想像してるはるかこの常人には考えられない、もうすごい上を見据えていろいろ行動してると思うんで、俺らが想像できるのはここまで。そうそうそう、これ以上はもう想像できないっていう話になってくると思う。ね、やっぱそのクラシックフィジークのやっぱ見てて、やっぱその韓国勢がすごい、本当に YouTube で見るようなオリンピアビルダーを見てるような感覚でしたもん。その実際撮ってて画面上と、やっぱ本当は生で見たいんでちょっとこうやって覗いてたんですけど、うん、フォルムから質感からお尻の形まで、うん、よくみんなが好きで見るボディービルディングモチベーションに出てくるような人が目の前にいて、ひょへーってなって、韓国のアマチュアのレベルがもうあのレベルになっちゃってるので、あれで競ってるからみんな、そりゃ修羅になっちゃうでしょっていう、うん、横川君には頑張っていただきたいなっていう僕の、うん、からのと、あとあざみさんの、いや、もう頑張ってほしいです。もうなんか否定する要素一個もないですよ、まあ、もうこっちからするとさ、もう生き生きとしか思わないで花もあるし、目がいっちゃう、なんか評価
どうしてもらって世界の舞台で戦ってほしいなと思う我々の意見でした、うん、ということで、はい、今回の動画はこれで以上となります。じゃあまずひとまず安住さん今年お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、以上です。ありがとうございました。